宗谷岬にある、ま宮林蔵の銅像。ま宮林蔵は、江戸時代後期の徳川将軍家五庭番、探検家。名は、林州。元武家の機能した、農民出身であり、幕府で五庭番を務めた役人であった。少年は安永四年とも、樺太賀島であることを確認し、ま宮海峡を発見したことで知られる。近藤十蔵、平山光蔵と共に、文政の三蔵と呼ばれる。 1810年に、マミヤ・蔵が作成した、サハリンの地図日立国筑波郡上平柳村の、古海側のほとりに、農民の子として誕生。戦国時代に、ご北上氏に仕えた宇田源氏佐々木氏分流マミヤ氏の、篠の城上主のマミヤ・ヤ氏の子孫で、マミヤ・門系統の末裔である。当時幕府は、利根川当選事業を行っており、林蔵の生まれた近くで席の不振を行っていた。 この作業に加わった林蔵は、幕臣、村上島の城に、地理や、山術の才能を見込まれ、後に、幕府の火薬人となった。完成11年、国尻場所に派遣され、同地に来ていた、井の忠ただたかに測量技術を学び、今日は3年、西江ぞ地を測量し、ウルップ島までの地図を作成した。文化4年4月25日、エトロフ場所国尻場所から分立。 エトルフ島の社ナ会所元に勤務していた際、幕府から通称の要求を断られたニコライ・レザノフが復讐のため部下のニコライ・フ・ボストフたちに行わせた同等襲撃に巻き込まれた。この際、林蔵は徹底抗戦を主張するが受け入れられず、撤退。後に、他の幕リラが撤退の責任。文化5年、幕府の命により、松田伝十郎に従って、カラフ島を探索することとなり、 カラフト南端の知ら主で、アイヌの従者を雇い、松田は、西岸から、林蔵は、東岸から、カラフトの探索を進めた。林蔵は、タライカアン岸のシャクコタンまで北上するが、それ以上進むことが困難であったため、再び南下し、最強部である、マーヌイからカラフトを横断して、西岸、クシュン内に出て、海岸を北上、北カラフト西岸のテトで松田と合流した。林蔵は、 アイヌ語もかなり介したが、カラフト北部には、アイヌ語が通じないヨロッコと呼ばれる民族がいることを発見、その生活の様子を記録に残した。松田と共に、北カラフト西岸落下にいたり、カラフトが島であるという推測を得て、そこに、大日本国国境の標柱を建て、文化6年6月、宗谷に帰着した。調査の報告書を提出した林蔵は翌月、 さらに奥地への探索を願い出てこれが許されると、単身カラフトへ向かった。林蔵は、現地で、アイヌの従者を雇い、再度カラフト西岸を北上し、第一回の探索で到達した地よりもさらに北に、進んで、国陸高河口の対岸に位置する北カラフト西岸、何をまで到達し、カラフトが半島ではなく島であることを確認した。さらに林蔵は、カラフト北部に居住する、 ギリアーク人から聞いた、新国の役所が存在するという国立高下流の町、デレンの存在、及び、ロシア帝国の動向を確認すべく、鎖国を破ることは資材に相当することを知りながらも、ギリアーク人らと共に海峡を渡って、アムールガー下流を調査した。その記録は、東達地方機構として残されており、ロシア帝国が極東地域を必ずしも十分に支配しておらず、 深国人が多くいる状況が報告されている。なお、現在ロシア領となっているアムール川流域の外、満州は、ネルチンスク条約により当時は、新領であった。マミア林蔵は、カラフトが島であることを確認した人物として認められ、シーボルトは後に作成した日本地図で、カラフト、大陸間の海峡最強部を、マミアの瀬戸と命名した。海峡自体は、 タタール海峡と記載している。カラフト北部の探索を終えた林蔵は、文化6年旧暦9月末、宗谷に戻り、11月に松前奉行所へ出頭し帰着報告をしている。正さにおいて、探索の結果報告の作成に取り掛かり、市の村上島の城の養子である、村上帝介に口実を筆記させ、東達地方機構、北異文化用和としてまとめ、 文化8年1月、江戸に赴いて、地図と共に幕府に提出した。江戸において林蔵は、井上忠た,たの屋敷に出入りして、測量技能の向上に努めた。文化8年4月、松前奉行支配長駅火薬閣に昇進。同年12月、五老人事件の調査のため正木に派遣される。文政5年、不信役となる。文政11年には勘定奉行。 村垣貞之の部下になり、幕府の恩蜜として、全国各地を調査し、石州浜田藩の密貿易の実態をつかみ、大阪町奉行、矢部貞則に報告し、謙虚に至らせるなどの活動に従事する。探索で培った、絵図、唐拭方面に対する豊富な知識や解剖に対する、見識が高く評価され、老中、大久保忠姉に徴用され、河路敏明や江川英竜らとも、 信仰を持った。また、当時江戸地の支配を拡作していた水戸藩主、徳川成明の招きを受け、水戸藩邸等に出入りして、成明に検索し、藤田東子らと交流を持った。晩年は、体が衰弱し、隠密行動も、不可能になったという。天保15年2月26日、江戸深川浜栗町か、本所外市町において没した。梅毒を死因とする説もある。 実施はなかったが、浅草の札差し、青柳家から、鉄次郎が、養子に入って、家督を相続した。墓所は、東京都江東区の本立院及び、茨城県筑波未来市、上柳の千昌寺にある。1904年4月22日、造成五位。井上忠孝が間宮に、測量の技術を教授し、間宮の測量の精度が上がったという。忠孝が、スケジュールの都合上、 エゾ地を測量できなかったとき、エゾ地測量をマミヤが代わりに測量して、測量図を作った。その結果、第二本宴会予知前図のエゾイ北の地図は、最終的にマミヤの測量図になった。ありがとうございます。